どうも文人です。あのね、皆さんはそうよく看板見ると思うんだけど、看板のもういつも見るんじゃなくて、たまには看板の中から見られたいと思いませんか？私もそう思います。でね、その夢が実現するものをね、今ね見つけちゃったんでね、それを皆さんにご紹介しましょう。それがこれです。バーン、見てください。一見看板に見えるけど、ほらほら、実はこれそう看板に見えるけど看板じゃないんです。これ筒抜けなんですよ。つまりこれ看板だけどね、この看板の中にね入ることによって、ほら看板の中から周りを見下す気分が味わえるという、この優れたもの。ちょっと遠目に引けないけど分かりづらいと思うけど、今俺看板の中なんですよ。というわけでね、皆さんもね看板の中から周りを見下したいと思ったらね、ぜひこれをこれどっかにあるんで探してね、この中から外の世界を、看板の外の世界をね眺めてみたらいかがでしょうかっていうね、看板の中から文人でした。それでは。